アメリカのカリフォルニア州が2035年にですね、ハイブリッド車も販売禁止にするっていうのがね、ニュースで出てましたね。まあまあ、カリフォルニア州なら、まあ、さもありなんという感じですよね。トヨタは痛くも痒くもない。結論はそれを申し上げたいと思います。2035年といえば、今が2022年だから、あと13年後の話ですね。トヨタはハイブリッド技術で世界でダントツの、まあ、その技術を持っていますね。普通の、まあ、ハイブリッド技術だけじゃなくて、まあ、プラグインハイブリッド、あるいはこれから出てくるハイブリッド車、プリウスなんかは、もうソーラーパネルでですね、ソーラーで自動的にですね、電気をまあ作ってですね、もう極めてですね、燃費はですね、良くなっていくと。今日の記事中身見ると、まあ、EV なんかにシフトしていくということを書いていて、ハイブリッド車も2035年以降は発売禁止になるんだと、まあ、ハイブリッドを得意としている、まあ、日本のメーカーが戦略変更を迫られるなんつって日経を書いてるけど、もう日本のトヨタなんかは戦略を変更してるんじゃなくて、戦略をもうもっともっと先に進めていて、 FCV あるいは水素を燃料とする、水だけしか出ない、二酸化炭素を全く出さない、そういった車ももうすでにできてますんで、用意は十分今でもできてきている。ましてや13年後は何の問題もない。そしてなんと普通のハイブリッドは禁止なんだけど、もうプラグインハイブリッドは OK ということなんですね。普通のガソリンだけで走る車はもう全面的にダメだけども、日本のメーカーにとっても悪いように思えるかもしれないけれども、一方でですね、もうトヨタなんかはもっとその先を行く技術を開発しているので何の問題もないと思いますね。おそらくね、EV は全くその走ってる段階では CO2 を出さない。これはその通りなんですね。だけど EV に電池にですね、電力を補給する際に、その電力を作るのは何で作ってますかと。これ太陽光だけで電気作るんですか、そんなわけないですよね。ましてや、普通の電力っていうのは家庭で使う、あるいは工場やそういったとこで使う。これがまず最優先ですよね。車を動かすためにですね、家庭の電気がつかないとか工場が動かないじゃ困るわけですよ。そうすると EV ばっかり走らせようっていうことになってくると、 EV に電力を供給するこの電力はどうやって作ってるの、そこから CO2 は出てるんじゃないのっていう当たり前のことがもっと議論されてきますね。ですから2035年の頃は EV 車もその EV に供給する電力も CO2 が出てない電力で作ったことに限るなんていうふうに、むしろ変わってる可能性だった。だから EV の方が安心していられると思ったら全然違っていて、案外 FCV だとか普通でない、さらに進化したハイブリッドの方がトータルではうんと CO2 が少ないということになって、でむしろ日本車に有利に働く可能性だってあるんですね。まあ、日経の今日の記事だけ見ると、あ、日本車大変だなって思うかもしれませんが、私は今日の記事読んで全く逆だな、そんな風に思いました。